で精神分析の、えー、患者と治療者の関係の話の続きなんですが、えー、まあでその患者と治療者って言い方をあんまり好まないと、まあ、あのこの授業で扱う精神分析はじゃあ何て言うんだよって話なんですけれども、えー、こういうんですね、えー、分析主体って言うんですよね と、分析化。分析化はそのまま分析化ですから分かりますよね。フロイトはこっちですよね。で、分析主体っていう言い方になってますけど、こっちの患者なんですよね。え分析の主体。 分析を推し進めるのは、つまり患者だっていう話なんですよね。分析家じゃないんかいっていう話でね。で、この分析主体っていうのは、まあ、日本語訳ですけれども、えー、まあ、あの、たどり着きたい、羅、え、漢、ー、の精神分析では、えー、こう言います。アナリザンっていうんですけれども、えー、アナリザンっていうのはね、えーあ、で、ちなみに分析家はそのままアナリストなんですけれども、まあ、フランス語だろうと英語だろうと、えー、発音は似てますよね。アナリストっていうね。えー、実際にあの、日本であの、 企業で何かを分析する研究家の人とかもアナリストって言われてますしねこのアナリザンっていう、ね、あの,のがもともとフランス語なわけですけれどもこれはフランス語でアナリストとどう違うんだよっていうかというとあのア,ナアナリーズ。 えーまあ、英語だとアナライズですけれども、アナライズっていう言葉の現在分子なんですよ。現在分子って何かって言ったら、あの英語だと ing ですよね。え come、ー、っていう、来るっていう英語の現在分子,現在分子は coming だし、go っていう、えー、行くっていう英語の現在分子は going だしっていう。だからこれ、無理やり英語にするなら、あの、アナライズィングなんですよね。 えー、アナライズングっていうのは、まあ、英語圏の人でもあんまり英語圏でラカンの研究をしている人でもあんまり使わないですけれどもねあのと思うんだけれども、えー、まああのでまあなんで現在分子 i n g 系なんだよって話ですけどまあやっぱりその動作の主っていうのはこの人なんだっていう意味を込めたいんでしょうね。えー アナライズっていう動作を、えー、まさに進行させてるというか、この動作の主体は、えー、こっち側なんだよ、患者なんだよっていうことで。まあ、だから分析主体っていう日本語訳はなかなかあの、気の利いて役だと思うんですけれども。えー、ということは、えー、どういうことかっていうと、あの、分析家がね、あの、分析を推し進めるっていうわけではないんだって話ですよ。えー、彼らは、えー、フロイトだろうとラカンだろうと、えー、名探偵ではないんですよね。 こう、名探偵みたいに、こう、ズバッと、全部教えてあげますよ。あなたの無意識はねえとかっていう。そういうことは絶対やらないんですよね。じゃあ何してくれるんだよって話ですよ。ええー。黙ってね。話聞いてるだけなのかよって。まあ、限りなくそれに近いですよね。 えー、まあ、完全にそうとは言えないですけれども、あの、やることはね、彼らがやることは苦闘点を打つってよく言われてますね。物、えー、の,の本だと、えー。苦闘点ってね、あの、点とか丸のことですけど、文章のね、えー。まあ、そうやってリズムを作ったりっていうことですけれども、あの、だから患者が何かこう、うん、スラスラ言ってる時に、まあ、アンダーラインを引くっていう感じに近いですよね。えー、言い換えると。 うんちょっと待って、今のところさあっていう感じで、今のところはどういうことですかってこう、立ち止まらせたりね、スラスラ喋ってるところで、何かあるかもしれないって。で、分析家だってあの、すべてを見通しなわけじゃないから、それが空振りのことだって全然あるんですよ。アンダーライン引いてみたけど重要じゃなかったってことはあるしね。え、まああの、でもやっぱりあの、何かこう、え、まあ、 なんせね、知を想定された主体なわけですよ。あの、1回目だか2回目の授業を思い出してほしいわけですけれども。患者の方でね、あの、患者って僕は言っちゃってますけれどもね、あの、やっぱり勝手にエネルギーが発生していったりするわけですよね。えー、まあ、例えば、あの、なんでしょうね、あの、これはくだらない話なんだけどさ、まあ、私よく授業で言ってますね。えー、これはくだらない話なんだけどさ、って患者が言った瞬間、えー、 分析家の方が、今日はもう終わりにしましょうって言ったら、えって思うんですよね、患者は。え、何,何って。え、なんでさっきもうこれで打ち切りにされたんだろうって。俺がこれはくだらない話なんだけどって言いかけた話、何か特別な意味があるんだろうか、俺自身気づいていないとかって、そこで患者の思考が展開していくわけですよね。まあなんか、それを勢いづけさせれば、 まあ、それで分析家としては、あの、まあ、なかなか万々歳で。でそういうふうに、患者があの粘り強く自分の無意識と向かい合えば、いつかは辿り着くんじゃないっていうところですよね。まあ、あの、積極的に介入するときもあるんですけれども、まあ、それはちょっと例外的な場合で、まあ、この授業で <laughs>、これもこんなことばっかり言ってますけど、この授業で、そういう場合はどんな場合かって、こう <laughs>。 たど、ね、り着けるかどうかわかんないんですけれどもね、まあ、あるいはね「まあ、そうだよねこんな例はどうですかね」あのまあ、例えばあのなんかお兄ちゃんとの関係が複雑だっていう人がいてねで で、まあ僕は落ちこぼれだけれども、兄貴はすごいエリートでしてねって、えー、とてもいい大学に入ってねってあの、とてもいいところに就職してねって、肩書きもすごいんですよってで、本当に嫌味な男でね、僕を見下してきてね、とかって一生懸命話してたら、まあ分析側は控えめにん、なんかあなたのお兄さんの話は、ずっと悪口言ってるようで、自慢してるようにも聞こえますね、とかって、ね、あの別の視点をちょっと与えるんですよ。まあそうだとかって、 断言しなくてもね。で、あの、まあ、患者がね、あの、それで、えー、まあ、違うときは違うでいいんですよね。<laughs> まあ、あの、違うって言って、まあ、それが否認かもしれないし、えー、あるいは、まあ、本当に違うのかもしれないしっていう、まあ、で、あとはもう患者の、まあ、なんていうか、こんな言い方も雑ですけど、まあ精、精神力ですよね。もうあの、 今本当に違うんだろうかっていう、今俺が違うって言ったのは必死で打ち消そうとして違うって言ったんだろうかって、その人の思考がそんな風に向いていくかですよね。まあしかしこうやってまとめてみるとね、あの、こんなんで治療とか治療法と言えるのかって話ですよね。だって患者に才能が求められてんですよね。患者の何というかその自分と向き合う力みたいなね、粘り強さとか才能とか、そんなん治療と言えるんかいって話ですよね。 まあね、だってあのスーパードクターっていうのはあの病気の世界ではねあのいるとすればあの肉体の病気の世界でいるとすれば、まあ、その人のところに行ったらその人があのどんな病気でもどんな病気でもっていうかその専門の病気なら必ず治してくれるっていうところですけれども、まあ、あの患者の、ね、能力に依存しちゃってるわけですよねこの,、まあ、あの分析家と患者の関係精神分析っていうのはね。 まあだからできるだけねその患者のその運動を高めていくっていうところなんでしょうけどもね。まあ、というところであの、まあ、あのこれまで、ね、あの棚上げにしたことも、ね、含めてまとめてみましょうか。えーっとまあ、まず最初にねあの言ったことなんですけれども。えーまああの 精神分析家がその、なんか否認だとか抑圧だとかって言っても、その、その証拠って何なんだよって話でね。あの、その正しさはどうやって保証されるのって。もっと言えば精神分析理論そのものですよね。これまで話してきた、やれ神経症だ、無意識だ、転移だとかっていろいろ出てきましたけど、その理論全部、だったあなたたち実験とかしないんでしょって話ですよね。実験しないし、まあ、例えばあの、 まああの、なんでしょうね。あの、肉体の病気ならね、お腹を切ってみて、えー、開いてみて、内臓を見て、えー、ここに癌細胞がある。やはり見立ては正しかったってあの。解剖すりゃは、あの、正しさは立証されるわけですよね。そういうの一切ない世界なわけですよね。で、あの、心理学っていうのは、あの、そういう世界に近づこうとして、まあ心理学にもいろいろ派閥があるんで一概には言えないんですけど、あの、割と一生懸命アンケートやったりするんですよね。で、あの、超絶難解な、ええー、 ラカンとかそういう精神分析を勉強してる連中は、一生懸命アンケートを取ったりする立場に対して、ふんっていう態度を取ってるっていうね。じゃあお前らの正しさどこで証明されるんだよって話ですけど、まあこれがこの授業のあの、まあ、 何とか最後までにたどり着けた着きたい、あの、棚上げにした疑問、その1としましょうか。で、もう一つが、あの、分析治療の集結って何なのって正常っていうのは決まってないなら、どこで終わりと言えんのここ、どこで治ったと言えんのっていう話ですよね。まあ、これも、あの、棚上げにされた疑問ですね。で、もう一つは、あの、えー、前回言った。 えー、ここは謎のままにしておきますって言ったあの、精神病の原因は何なのって話ですよね。神経症は抑圧された無意識らしいけども、精神病は違うという、じゃあその原因は何まだ言ってないよって。まあこの3つですかね。精神分析とか、まあ哲学って言ってもいいですけれども、そういう理論の正しさってどうやって証明されるんだよ。実験もアンケートもやってないのに、解剖もやってないのにっていうね。 でえー、もう一つはあの分析治療の終わりとはこれで治ったっていつ言えんのっていうでもう一つはあの精神病の原因はっていう話ですね、えー、これですね、えー、というところでいい時間だから一旦切りましょう。